レミア12位に沈む名門マンユーさん、テンハグ解任ならあの監督を後任として招聘へ。2022年に就任したユナイテッドで3シーズン目を迎えたテンハグ監督。しかし開幕から低空飛行が続いており、プレミアリーグでは8試合を消化して3勝に分け3敗の12位に沈んでいる。イギリスデイリーメールによると、仮にクラブがテンハグ監督解任の決断を下ろした場合、後任候補として名前が浮上しているのはチャビ氏とのこと。すでにクラブは過去2回にわたって接触を行ったと報じられている。テンハグのユナイテッドに EL で完敗した監督なんですけど、とりあえずオーラある監督で統率取ろう。選手としてはバロンドール以外はほぼ取った監督だからな。監督としてもなんだかんだリーガ取ってるし、テンハグが限界なのは否定できないけど、後任がチャビってのも違うように思う。ユナイテッドというクラブがどういうサッカーで戦いたいのかを明確にして、それに合う監督選手を連れてこないと今までと同時になってしまう。ベラダとアシュワーズの目指すチームに合う指揮官ではない。今年度はおそらくテンハグで我慢でいく公算が高いと思うよ。ファン的には我慢の限界だけど、現在のバルサと昨シーズンまでのバルサを比較したらその選択肢はないだろうと大方の素人は思うけど、プロから見たら選択肢に入るのかな。むしろ3年指揮してまだにビルドアップし込めないのに、無理に選手にやらせようとして失敗してるテンハグよりは、1年目の段階で現有戦力見極めて堅実路線でリーグタイトル取ったシャビの方が立て直しの監督としては評価は上だと思うよ。テンハグ切ってシャビが良いかというと話は別だが、1年目はリーグ優勝とコパ取ってるし、去年も2位だからね。叩かれてるほど成績はひどくない。試合退屈なとか多かったけど、正直マンユーシャビは面白そう。成功するかはわからんが、テンさんよりはいいだろ。